ヘオルヘ、ヘンドリック・ブレートネルは、オランダの画家、写真家である、アムステルダム印象派の画家の一人である、ロッテルダムで生まれた。父親は、穀物商人であった。学校を好まず14歳で働きに出て余波には、戦争の場面や、軍隊の絵を描いた。ロッテルダムの画家に指導を受けると、その才能を認められ、画家は父親を説得して、デンハーグの美術学校に入学させた。 ハーグ派の画家ヨゼフ・イスライルスや、ヤコブ・マリス、アントン・オーブといった画家たちと知り合い、彼らから学んだ。1880年に、規則違反などで、美術学校を奉公になるが、すでに画家としての評判を得ており、スヘフェ人間に高さ14メートル、周囲長120メートルの円筒の巨大なパノラマ絵画を描いていた画家の、ヘンドリック・ウィレム・メスダフは、ブレートネルの手伝いを依頼した。 この頃、デンハーグにいたフィンセント・ファン・ゴッホと出会い、一緒にハーグの街の写生を行ったが、ブレートネルは、ゴッホの作品を評価していなかったとされ、また信仰もそれほど深いものにはならなかった。1884年にメスダフのパノラマ画の仕事が終わった後パリに移り、フェルナン・コルモンの下で学んだ。1886年にオランダに戻り、アムステルダムで活動し、 アムステルダムの街などを描き、フローリス・ベルスター、フローリス・バースターや、イサーク・イスラエルズ、ウィレム・バースティアーン・トーレンらと、アムステルダム印象派として論じられる。一般的に印象派の画家の絵画の色調は明るいものであるが、ブレートネルは暗い色調を好んだ。写真家として、数十年間にわたり、撮り続けたヨーロッパの都市の写真を残した。ありがとうございます。